武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回宮崎大学の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、時間が90分で大問が4題、出題されております。年度によっては大問が5題出たこともありますが、最近のは大問4題ですね。で、問題の構成としては、国立形式で、結構記述の問題が多い、論述や図示問題も出ることがあって、で計算問題は割と多めという形ですね。なので記述練習と計算スピードのアップあたりが、中心の対策となります。で、武田塾でいう日大レベル、学校で配られているセミナーや、リードライトノートなど、でもいいんですが、このあたりの問題集一冊、しっかり仕上げてある前提で考えると、それに追加して国公立標準問題集キャンパスですね、これをまず追加で、やっておくといいかとは思います。で、知識の確認なども結構出てきます。実験過程や工業的製法など聞いてくるものも多いので、資料集だったりを、あとは講義系ですね、などをしっかり読み返して、単純に問題が解けるだけじゃなくて、様々な知識を、基礎から入れ直して、ちゃんと体系的に科学の全体像を把握しておくという練習をしっかりやっておきましょう。記述と計算、ちゃんと練習しておいて、それで失点をすることが、減点されることがなかったり、ミス、して、特に計算ですね、取れる問題を落とすことがなかったり、記述論、論述の練習不足で、変なところで点数を落とすことがないように、これらの要は基本的なこと、そして要求されていることに対してちゃんとした回答を出せるということを意識して学習するように心がけてください。以上が科学の勉強となります。